ネパールの都市の一覧とは、ネパール政府が定めた基準を満たす基礎自治体をまとめたものである。基準には、人口と年度予算の枠並びに、社会基盤の整備状況が含まれる。現在、ネパールには263の基礎自治体があり、そのうち58件は2014年に新たに承認された自治体である。同年5月に72件。 12月には61件を、制定、2015年9月に26件、2017年3月に、別途46件が追加されている。ネパールの基礎自治体は大都市と、準大都市及び市町村の3種類に分類できる。2017年3月、地方自治体再編委員会の報告を経て4大都市、13、準大都市、246市町村及び、 ネパール固有の自治組織、ガウパリカ481件に再編した。ビラーとナがると、ビールガンジの2つの巡大都市が2017年6月1日付で、大都市に格上げされると、ネパール政府地方開発部長が、同年9月付で発表した、2017年版、ネパールの村議会及び市長議会概要、A ブリーフ。 イントロダクションツービレッジカウンシルズ＆ミュ u n c i l s and Municipal c o u 2017により、大都市6県と、準大都市11県、276市町と460、村議会に再編され、新大規模都市日市には、改編前の地域と区割りが引き継がれた。面積別に見ると大都市では、ポカラが最大で464.28平方キロメートル。 最小は三十六点一二平方キロメートルのラリトプールである。順位大都市では、ゴラヒが面積五百二十二点二一平方キロメートル、人口十五万六千百五十四人を誇る一方で、最大の基礎自治体は面積6 1 0四3平方キロメートルのシッガンガである。人口、資源など、利用可能な都市施設に基づき、ネパール政府は、 自治体を三分類している。大都市の制定基準は以下の通り。準大都市の制定基準は以下の通り。基礎自治体の制定基準は以下の通り。人口10万人、超7.5万人、超5万人、超2.5万人、超0.8万人、超ネパール王国時代の58、市町村を取り上げ、国政の参考のために掲載する。中、 これらの地域には基礎自治体以外を含む集計時点でデータが暫定的な市町村はで示し記載された市町村名は正式名称であり一般には旧称も広く使われているありがとうございます